よ。ばかりの女の子にいつもそんなこと言うんだ。触っていいなんて言ったのよ。平気。次にこんなことしてみんなの前じゃなかったら真っ二つにする。ねえ、これって告白？ねえ、告白？誰に？私たちに？
ってる分かってる。説明が聞きたいんだよね。我慢できなかっただけなの。それで何から聞きたいの？私はさやかで、この子が光。もう名前忘れちゃった？本当のこと言うとね、どこまで話していいのか本当にわからないんだ。正体を明かした時点で相当なルール破りだもん。まったく本当よ。どうしてあなたはこんなに問題を引き起こすのかしら。あなたは私にとって大切な人なの。食べられちゃったら困るのよ。重要って意味だから、私たちに。はいはい。ふん。教えられることは全部言っちゃったし、私たちはこの辺りの人間じゃなくて、というかあなたを守るために派遣されたの。それで他に聞きたいことはあるかな。彼らはいつでも周りに潜んでるの。影にね。不気味なのは日差しの下に出てきたことで、あんなのは初めてだから相当怒ってたか、それとも。あなたは何もしてないの。あなただから襲われたの。そう、あなたの血が。さやか！あ、うわあ、もうごめん。
彼は知る必要ないわ。早く問題を片付けて、こんな学校とはおさらばしましょう。楽しくないんだ。でもそうだよね。ごめんね、ケンタ。それで他に聞きたいことはあるかな？わかってる。あなたってからかいやすくて。シークレットなの。でも解決には向かってるから、まあ数日か1週間ぐらい。1週間？明日にでも帰りたいのに。こんなところ大嫌いだわ。うるさすぎ。誰かさんがつべこべ言わずにもっと協力的だったらもっと早く済むかもなんだけどな。それで他に聞きたいことはあるかな？あら、戻る時間？ねえ、いえ、なんでもないわ。なんでも。
バカ言わないで。夜に一人で歩くなんて襲ってってお願いしてるようなもんじゃない。一番護衛が必要な場面よ。あなたのそばにいて私が愉快な気持ちになるとでも思ってるの？感謝してほしいくらいだわ。ああもうそんなこと言わないの。光がいつも彼のことを見てるのは分かってるんだから。私は敵が隠れてないか見てるだけよ。だよね。とにかくなんで彼にそんなにくっついてるのよ。何がしたいの？しなくちゃ。風邪をひかれたら困るもんね。それに文句もないみたいだしね。ねえ、何してるのよ。彼の腕を取るつもり？そういうのはね、もっと優しくするものよ。こんな風に。違うわ。こうするのよ。